皆さんおはようございます。斉良平です。今日が8月18日日曜日ですね。明日からはいよいよ仕事に戻っていく方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、昨日は、ファシリテーターのゆりちゃんが主催しているママが太陽プロジェクト、たくさんの方参加していただき本当にありがとうございました。はい、そんな感じでもう8月18日ですね。昨日お話しした内容の一番最後にですね、ちらっとだけ、曜日パターンをね、月曜日の人はこんな人、火曜日の人はこんな人って話をしてたらコメント欄にありましたね。日曜日薄いなってすいません。はい、ちょっと水曜日の方の話をパッと入れようと思ったので日曜日の方の説明があまりにも薄かったですね。はい、コメント欄見てみたらね、水曜日の方たくさんいましたね。ありがとうございます。その上で、土曜日の方も多いですね。はい、まあ、やっぱ変わり者の方がなんでしょうね。はい、多いなと思うんですけども、そんなこんなでちょっと思ったんですね。はい、まあ、昔にもう1年以上前かもしれませんけども、曜日別で全部やったんですね。月曜日から日曜日までこんなタイプの人っていうのと、あとはちょっと店長と、遊びがてら、はい、もし月曜日のお父さんのところに、結婚の挨拶に行った時どんなリアクションするかとかもやってるんですよ。過去の YouTube で出してます。ちょっと短いやつあったと思うんですね。はい、火曜日のお父さんだったらこんな感じ、水曜日のお父さんだったらこんな感じみたいな話でやってたと思うんですけども、まあちょっとそんな感じで、まあこの話自体はまあもういろんな占いでいろんな性格診断パターンっていうのがありますけども、参考です。もうそのまんまっていう人はそんなにいません。ただこれをちょっと知っておくといいなって思ったのは、人と出会う、これとっても重要ですよね。出会ってその後関係が深まっていくって言った時に、意識してほしいこと、一つはやっぱり前々から言ってますけども、相手の人に何かしら喜んでもらおうって思うこと。ただこれ一番最初からやろうと思ったら、まあ、上手に褒めるとかいうこともありますけども、それよりも先にやってほしいことは、私のことを知ってもらおうよりもこの人のことをもっと知ろうって思うことなんですよね。そのきっかけとして話を聞く立場でなるべく聞いてあげようって思って聞いてると、僕の中ではやっぱり九星であったりとか、あとは九星、一泊水星から九紫火星であったりとか、天中殺って言われてる寝牛の天中殺ね、トラウの天中殺かなとか、あとはこの人何曜日生まれかなみたいな感じで、相手の人に興味、自分の中にあるデータと照らし合わせていきながら、この人こんな感じの人なのかなっていうことを大まかに予測する。決めつけはしません。大まかに予測していくってことで、相手の人にね、興味を持ってこの人のことを知ろうと思うと、基本的には好印象になることが多いんですね。それゆえに、関係が深まっていくってことがあるので、ちょっと参考がてら、昨日は日曜日があまりにも薄かったっていうことで、ちょっとね、せっかくなんで今日日曜日だから日月火とちょっと詳しくちゃんと説明していこうかなと思います。はい、まあ、日曜日生まれの人はね、もう全部持ってる、日曜日生まれって言ったんですけども、全部持ってるって言ったのかな。まあ、うちの先生とかは個人鑑定するときにやっぱり曜日もチェックしてました。めったに生年月日見ませんでしたけどね、パッと見たときに、あんた日曜日生まれ、もうそれだけで大丈夫みたいな感じで雑だなって思いましたけど、まあ日曜日っていうもの自体は太陽の日で、太陽の日っていうとアマテラス大神様の日って言われるんですね。まあ、その上に、まあ、日曜日生まれっていうと、まあ、天然の明るさに恵まれた、もう天然の明るさに満ちた生まれながらの主人公っていう表現をする人たちがいるんですね。そうやって言われるとしっくりこないなって思う人もいるかもしれませんけども、まあ、聞いててください。まあ、どんなタイプの人が多いかというと、基本的にはおおらか、まあ、そして大雑把、こんな感じの人たくさんいらっしゃいます。その上で、基本的には、大らか大雑把というと、言葉はストレートですね。お世辞は本当に下手くそなんですよ。下手くそです。はい、上辺だけの言葉を使おうと思うと上手に使えないので、ついつい本音が出ちゃうっていうストレートな言葉表現をしますので、周りの人たちからは結構好き嫌い分かれるかもしれませんね。その上で、まあよく言うのは、なぜか組織団体学校にいても目立っちゃう人に多いんですよ。目立っちゃうんですね。本人は何も別に目立とうと思ってるわけじゃないのに、なんか目立っちゃうっていうことに、ことで、目をつけられるってことがあるんですね。まあ、上司に目をつけられるとか、先輩とかに目つけられる、先生に目をつけられるっていうことがあったりするんですが、
ここちょっと覚えておいてください。一回ちょっとここ置いておいて、後で戻りますけども、他には何かっていうと、サバサバ系の兄貴分、そして兄貴分、そしてサバサバ系の姉御肌とかも結構多いです。芸能界でもこのタイプの人結構多いですし、何よりも意外に多いなって言ったのは、やっぱりね、経営者の方が多いんです。生まれ持ったリーダーの人だったりするので、もう生まれ持ってもリーダー、組織を、団体をまとめるってところもありますけども、ルーティンワークとかを、ルーティンワークをさせると、結構雑になりがちなんですね。家事とか同じことの繰り返しやっていくと雑になりがちだったりとか、周りの人からはちょっとあれこの人ちょっと天然なのかなって思われたりする場合がありますけども、そこまでピントがずれてる人ではありません。ちょっと飛んでるところが若干ありますけどね。でその上で、優秀な経営者の人の中とか組織団体をまとめるリーダーっていう人の中には日曜日生まれの人すごい多いって言われます。はい、言われたりするんですが、先ほど言った目をつけられる、今言ったことがあんまり私該当しないなって思った方たち、はい、これですね。日曜日タイプの人が日曜日らしくないなって結構いるんです。日曜日らしい人もいるんですけどね。一人、今さっき兄貴肌ってとこでついつい笑って大雑把おおらかとか言ってると、香取高信さんですね。香取高信さんは日曜日生まれです。もう見てわかるように、多分小学校中学校高校どうかわかんないですけども、目をつけられまくったと思います。でこの目をつけられるっていうことで、私は私らしさを押し殺さないといけないってちっちゃいうちにちょっと思っちゃうんですね。わ、また目つけられた、また何か言われたって、みんなと一緒のことやってるはずなのに、どうしてもこの方は目立っちゃう人なんですね。故に、なんかみんなと自分らしさを出そうとすると、周りの人に何か言われるっていうことが怖くなって、自分を押し殺して生きていこうってなっちゃう人たちは日曜日らしくない。もともと日曜日の人はもう日曜日らしく生きる方が人生開花していくんですよ。なんだけども、それ故に自分を押し殺してしまう。なんだけどもさっき言ったみたいに目立って、もう目をつけられても何クソって言って自分らしさを貫き通す、言うと、香取さんとかで言うと分かる、突っ張り続けると、反抗し続けると、もう社会人になって本当にこんな感じの日曜日っていう風な人になるんですが、この方たちが持ってるものっていう能力、もう言ってるともう本当にそのまんまだなって思うんですけども、香取さんですね、思うんですけども、持ってもともと生まれ持ったことの力っていうのは、明るくて周りのムードメーカーっていう要素もあったりするんですが、それ以上に誰かを輝かせるっていう能力に長けてる人なんですね。こういった方に応援してもらうとかね、応援してもらって、その上でどん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 伸びていくっていう、僕も香取さんに応援してもらって今の自分があるなって思うぐらいなので、あの方の職業は本当に応援家なんじゃない、もうニックンじゃないんですけどね、ニックンも後で調べてみよう、なんですけども、もう本当に誰かを応援して輝かしていくことこそが使命、その上で自分も上がっていくっていう、これはもう誰に対してもあることですよね。誰かを本気で応援する、はい、誰かを本気で応援していく中に、自分の夢や目標がなかった時ですね、夢や目標がなかった時、誰かを本気で応援していくっていう中で自分のいい流れをつかんだ上で自分も開いてどんどん上がっていくっていう能力に長けてるのが日曜日ってことなんですね。なので、これは参考です。参考、相手のことを知りたいなって思った時の参考がてらで、全くそのまんまっていう方ではないんです。ただ、曜日によって結構やっぱりタイプが出ると思います。さっきの香取さんって言っててもそうなんですけどね、他にも今ね仲良くしている講師のメンバーの人たちを見ていくと、確かになって思う方やっぱりね、当てはまる方多いです。ちょっと参考がてらで聞いていただければなと思うので、日曜日生まれは、もう天然のもうエネルギーと明るさに恵まれた生まれながらの主人公っていうこの力を持ってる人なので、小さい時に私は自分らしさをもしかしたら置いてきたかもしれないなって思う方は、ちょっとねヒントになってくれれば、もともとはそういうはずそんな感じじゃなかったなって思う時、自分らしさを取り戻す一つのきっかけでもあればいいですし、誰かと出会った時、この人に対して私が興味を持つ、この人のことをもっと知りたいなって思うことが相手に対して好印象を受けるっていうきっかけになっていくので、参考がてらで聞いておいてくださいっていうことです。はい、なので、それやったらやっぱり明日から月曜日なので、月曜日のタイプの人、火曜日のタイプの人聞きたくなりますかね、聞きたくなりますかね。はい、不評だったら途中でやめます。はい、なんですけども、月曜日からまたちょっと詳しく、月曜日のタイプの人はこんな人ですよ、身近な人でこんな人がいますよっていうのもちょっとできれば、お話も入れた上でやっていこうかなと思います。はい、そんな感じで参考がてらで聞いておいてください。はい、今日も元気よく皆さんをガッツポーズで見送っていこうと思います。ではいきます、いきます、せーの、よっしゃー、ということで今日も元気よくいってらっしゃい、お気をつけて。